こんにちは、愛沢美里です。本日は私の新居が完成したのでズームツアーを行っていきたいと思います。この新居は1年半前ぐらいに購入してて、全部自分の思い通りの内装にしたくてフルリノベーションしていたんですね。でこのマンション買った理由はいろいろあるんですけども、間取りが単純にすごく気に入って、なかなか他にない間取りだったのでもう購入しちゃいました。そうか、他にもあんまり見ずにも直感で決めた。いや、結構見た。めっちゃ見た。なかなか都内なくて、結構探して、これは運命の出会いと思って買いました。じゃあ早速、ルームツアー。じゃじゃーん。まずここ玄関です。うわ、広い。玄関が結構開放感があって明るいので、運気がいい感じがしますね。で、この絵です。この絵は、大竹新郎さんの絵で、国立美術館とかで個展やってる方の絵ですね。明るくて、すごい素敵な絵で気に入ってます。これ、この絵はおいくらなの？あ、この絵は200万ぐらいです。これはいいものです。これからね、お家を内装するとか購入する方の参考になればと思って、ちょこちょこ説明を入れながら。はい。で、これは伊勢丹で購入しました。おー、これね。人気高いやつね。この棚はどこのかちょっと忘れちゃいます。出しときます、テロップで。ね、はい、これが前のお家から持ってきました。覚えておりますか皆さん。はい、じゃあ次こちらです。リビングです。ドーン。うわーい。セックス&ザシティのシーンみたい。ハロー、マイネームイズエミリー。終わり。はい、リビングでーす。ちょっと撮りまーす。キミちゃんと、購入したときに端から端まで走ったこのリビングです。イエーイ。うわー、本当にゆとりのあるリビングで、ここのリビングの広さに一目惚れしてこのマンションを購入したじゃない、キミって。はい、でね、ちょっと面白いの、こんな感じで車高です。おー、車高から感じでリビングです。リビングの広さは55畳あるので結構広めだと思います。まだおいで。家具を紹介しますか。してください。キミちゃんと購入したので動画あるんですけど、はい、即決してましたね。そう、即決してお気に入りのロシュボーアのソファーです。このね、ソファーは魔女っていう名前です。なんかいろいろなコラボで出てるんですけど、デザインがロシュボーアの中でも歴史あるデザインだと思います。本当に全部買ったんですね、あなた。ラグ、テーブル、あとクッションも全部。で、ここのね、高さを出さない方もいるので、下。まま、あ、直接つけちゃう人ね。そうそうそう。私はちょっと高さ出したかったので、下の台も買いました。へぇ。で、このソファー、見た目もね、派手で可愛いんですけど、本当に座り心地がいい。びっくりするよね。びっくりするよね。これね、一回横になっちゃったら終わりです。もう起き上がれない。このさ、だってクッションとかも全部、そう、全部でも全部買って、ほんと金利欲1000万ぐらいでした。1000万 ?1000 万ちょっとでしたね。ファーに1000万かける人とか本当にいるんですね。はい、次がこっちです。こっちはダイニングサブっていう感じかな。サブ、サブダイニング。サブって何すんの。サブは座るだけ。もう角にはテーブルがなくて探しました。へえ。そっちの絵はこのお家に合わせて買いました。ダミアンハーストの絵なんですけど、の桜の絵で、すごい人気。多分六本木で展示会とかもあったから、多分見に行かれた方多いと思います。ちょっと写してみて。え、すごい、何これ。うわー、素敵だね。何これ、はさ、描いてんの。そう、でもね、これね、なんと実はね、サインあれなんだけど複製なの。だから本物は多分何億とかの世界で、コピーで400万ぐらい。そう、だから本当に人気の作品。400万、複製で400万だよ。サインはついてるみたい。これは覚えてますか。ユルメスのね、これは回遊儀ですね、はい、あと2つどこかのお部屋にあるので探してください。であとこの下が全部収納なので、まあすごい収納がとにかく多い方がいいっていうアドバイスをいただいたので、ポイントはここがね、実は閉じるんですよ。
おお、完全閉じてるあれだけど、ここ全部閉じてまた別の部屋になるので、将来家族が増えた時はこう閉じてもう一つお部屋にできるので、確かにそういった意味でもいいです。カシーナって書いてる、これいくらするの？300万、400万ぐらいでした。全部で？うん。でこれが100万ぐらい、このシャンデリア。でもどこのか忘れちゃいました。すいませんね、値段ばかり聞いてしまって。参考になれば。あの値段自慢じゃないんで、これはお気に入りのものを買ったんで気にしちゃいます。すごいわ、こっからの景色いい、はい、でもちょっとまだ観葉植物とかちょっと緑のものを置きたいなって感じでございます。次ね、次はもうね、リビーこっちか。これ電気屋さんで見たらすごい大きいと思ったんですけど、なんか家で見たらここにあるとね。だってこれ85インチで、電気屋さんにあるのはこれが一番大きくてこれにしたんだけど、でこのスピーカーとかも一番おすすめのここにします。1、2、あと後ろ3、4つあります。おお、ほんとだ、後ろに、はい、テレビやるの全部100万ぐらいにした。これはスピーカーも合わせて、うん、そうそうそう。なんかだんだん感覚がおかしくなってきた。ふんふんとか言ってこれダイニングですね。こっちがメインというかアルフレックスっていうテーブルです。ね、このテーブル耐熱なので、このまま熱々のものを置いても大丈夫。そうなんだ、うん、いいよね。そんなのあるんだ。そう、何これ。あ、これやばい。おしゃれすぎない？おしゃれすぎない？カップラーメンの参加無駄におしゃれ。おしゃれこれ箱、何も入ってない。チョコレートとか入れる？クッキーとか、うん、エルメッシュ。これはユーロケーブっていう有名なワインの。何本入る？結構入るじゃん、150本ぐらい入ると思う、これでも80万ぐらい。こっち見て、かわいいな。これはあの私の海外旅行で行った先で購入したスタバのマグカップです。が全部そう、思い出の場所ですね。まあ、これビトンテールです。でもここはティファニーなんだけど、これがめっちゃ面白くて、これ見て、これ何だと思う？これさ、お客さんにもらってエルメスのルーペ。何に使うの？あの将来の時。これは何なの？これ知らない。こう、え、絶対違う。こうだ。本当に？見てみる？見て見て。え？あ、でもあるけど置き方。え、こうだ。何？え？待って待って待って。え？やってみて。はぁ、待って、こうだ。あ、穴があった、ここに。あ、こうみたい。じゃあ、キッチン行きます。おぉ、かわいい。キッチンは、はい、あの結構こだわって作りました。かわいいでしょ、白くて真っ白。このキッチンで1000万ぐらいだったんですけど、多分キッチンでお金かけたらすごいかけれるんですよ。なんですけど、まあ、私そんなにお料理しないので。あ、かけなかった方ってこと？そう、かけなかった方、1000万は。あとは、まあ、こうやってオーブンも内蔵したんですけど、ここ電子レンジとかは日本製のものを作りたかったから内蔵にしなかったです。うん、まあ、あの電子レンジ、冷蔵庫も内蔵できたんだけど、そこは謎のこだわりがありました。はい、でも冷蔵庫面白いんだ、やっぱり見てね。登録したら中のものが全部アプリで見れるの。中に何があるか分かるの？入ってないじゃん。何が入ってるかは、納豆を覚えてますか？コストコで買ったやつ。梅干し、明太子。あなたおしゃれな食器はどこにあったの？エルメスはこっちに入れた。じゃーん、でもヘタピナを入れるのがこんな感じ。これ全部エルメスちゃん。おお、これで総額いくらだったんだっけ？これ何百万かしたよね、結構。もっと派手なのよ、これ。すごい派手じゃない？こういう感じ。キッチンをアイランドキッチンって言って、全部の空間から見れるキッチンにもしようかなと思ったの。なんだけど片付けるのも大変じゃん、全部丸見えだから、うん、ただこうリビングは見えてたいなと思ったので、オープン。うわー、こういいね。あ、見て、ティアラ見える。見た、あー、見える、見えますか？で、次はスコアパントリー。収納をね、多く作ったのがポイントで。おー、食材がないパントリーとか。食材まだないんだけどあった、ね、食材のみ。あとルンバ。でこれすごいルンバなんでしょ。そう、ここに戻るみたいだよ。それは普通じゃない？そうなの？ルンバって戻るの？ここにも
掃除機あるけど、そう、これダイソン。しかもそうじゃん、さっきダイソンについてあのね、すごいんだよ、ダイソンってすごいんだよ、開いてゴミがパカって出るのこんな便利なことあるのっていう感動もうしっかりして。次じゃあ、見て、かわいいの見て、うわー、大理石、おー、大理石、ちょっとかわいい、かわいいよね、かわいい、ここでこう洋服取ってる、取れるこれは、あのシューズクラウゼ、結構入るね、たくさん入る、下を入ってるからちょっと上だけで、次がこちら、こう、あ、ここで私まだ使ってないんですよ、お風呂、ゲストバスルーム、ちょっとシックな色合いですね、おお、海外みたい、そうそうそう、シャワーもなんか最新のシャワーみたいな、上から出てきます。へえ、これ何なんだろう、ライトだ、え、見して、うん、お風呂の色変わるのかな、変わりそうじゃない、おお、え、ナチュラル、おお、うわー、なんかすごいね、すごい、クールいいね、クールすごい、なんか次が、洗濯機、おー、まあ、絶賛洗濯中、広いの、広いね、洗濯機もパネル、スタッチパネル式、最新なんだ、まあ、収納がここめっちゃありますもん、ここもここもパジャマとかタオルとかいっぱい入ってます、うん、はい、こんな感じです、洗濯毎日してます。はい、ここが寝室です、どうぞ、広い、寝室ちゃん、あのね、ティアラに今おしっこされて、下のシーツとマットとない、ちょっと、もっと高いんですよ、おちっこしたの、そう、おちっこしたの、だからクリーニング中、もう快適、あんみ、大きいね、外国人のさ、お家にあるやつだよ、そうよ、寝室のデニーズはちょっとヨーロッパっぽく、海外っぽく、そう、本当に海外っぽくしたくて床の素材変えました、だからちょっと落ち着くなる、ベッドはシモンズのベッド、お値段もいい、値段はでも200万ぐらいでした、うんうん、睡眠一番大事なので、確かに、そうで、次はこの部屋のポイントが、そこです、じゃーん、うわー、最高に可愛いね、最高に可愛いよね、これピンタレストとかで海外のお風呂いっぱい検索して、あ、それを参考にして、参考にして、おー、まあ、収納だから全部タオルとかパジャマ、ワンちゃんもいます、映えます、映えます、お風呂がすごく広くて、うわ、浴室がもうスポッて、本当に大きいね、本当に大きい、天井もすっごい高い、すごい高い、え、水泳の時のシャワー、怖い怖い怖い、で、ここもね、閉じるんです、チュンチュン、あおー、分けられる、シンプルな寝室があるので、そう、天井もさ、本当に高いんですよ、このこの開放感が、浮きがいい感じがします、光もすごい入ってくるので、で、次ここの部屋の結構収納が広くて広めのクローゼット、うん、で、こっちが大きめのクローゼット、これはあのクリーニングの機械、ああ、花粉とか落とせるやつ、ピアノ、こう今非常リュックとかこの辺非常リュック、どれこれ持って逃げるよ、私ピアノ溜まる子持って皆さん備えていかないと何があるか分からないとね、確かに、てかここへ寝れるんだけど、私住めるよね、うん、もう迷子になっちゃうよ、迷子になるってすごいよ、ここはもう一つのシューズクローゼット、広いです、うわー、全部持ってきたんだ、スマ、そう、売るんだもん、足が何足あっても足りません、はい、大家族なんても大丈夫です、はい、で、次こちらの部屋があんまり乗せてないんですけど、可愛いお気に入りのあ、好き好き、私とかスタバちゃんの部屋、スタバっぽくないですかこの絵わかるね、すっごく有名だよね、有名だって、君ちゃんのさ、旦那さんがこのコラボのユニクロの T シャツ着てたじゃん、中間優さんの絵です、多分すごいあの有名な、うん、なんかさ、家にあると本当になんかいい、これわかる、今のこれ絵だけでさ、かなりこれも200万円ぐらいなので結構まだまだいっぱいあるので、また紹介します、次、あ、これはね、あの地球儀ね、あ、これがね、天気儀、あの3つ揃いましたっていう感じで、エルメスの3点セット、本当仕事するのも良くないね、いつもここにして、ここもクローゼット、おー、色を使ってないです、まだ、この絵の開封楽しみだな、私絵の開封持っててな、あ、そういえばお手洗いもう一個あるの紹介するの忘れてたよ、ね、ついてくの可愛いんだ、みんなついてくるよね、このうちのお手洗い結構シンプルで好きです、グレーのタイルで、おー、ついてるよね、ほんとだ、じゃあもうこの部屋は、はい、
ここがセキュリティかかってます。うわすごい。ちょっとバッグだけ入れてみました。すごいすごい、かわいい、すごいすごいすごい、かわいい。これすごいね、こだわったね。かわいいよね。ちょっとバッグの大きさに合わせて作ってもらったんですけども、あでも私もう一個お家借りてるからそっちに置こうかなと思うんですけど、今はここに入れてます。あ、監視カメラで見られてる。なんか見られてる、この家は。あとこっちも来て、かわいいよ。アドベントカレンダー、ディオールの、あの、その前の年のシャネルの100周年記念のフレアのやつ、うん、あとこれシャネルのミニミニバッグも、シャネルのヘッドホン、この辺置いてますけども、まあ引っ越します。うわーすごいかわいいじゃん。そう、ジュエリーとか置いてないです。これだけ。そう置いてるの、うん、このクマちゃんの誕生日にさ、エミリアビスにファンの方で持ってきてくれて、これは日々このお客様から去年いただいた。うわすごい、こっちにもいる。そう、かわいい。そうそう、こんな感じです。圧巻かわいすぎちゃう。うわすごいよ。まあなんか20代の時に頑張って購入したり、思い入れがあるので、私の20代の愛妻ビルの歴史っていう感じですね。尊敬します。頑張ったなっていう感じですね。どうでしたか、ルームツアー。どうぞ。あーなんか夕方すごい綺麗。新居、まあ自分通りの理想のお家にできたのもそうですし、お気に入りの家具と時計や泊まることを一緒に過ごせて、すごく買ってよかったなって私は思いました。皆さんのルームツアー最後までご視聴ありがとうございました。ということで、私は最近とてもいろいろありますけど幸せに暮らしているので、皆さんいろいろありますけど頑張りましょう。